お、闇が晴れてんじゃん。ふう、なかなか手強かったね。リュウと、どこにいんのかな？多分、エンちゃんと戦ってるはず。リュウとなら大丈夫だろうけど。おほう。こんな小娘に、我の使い魔が倒されるとはな。誰？声が聞こえるのに姿見えない。どこ？名乗る必要はない。死人にはな。焼き尽くせ！おお！何？なるほど。お前がエンちゃんと操ってた奴らか。お、またこの一枚目いいな、やっぱ。言うと。貴様、何者だ？通りすがりの自由戦士だ。ただし、俺も魔族だから、なんだと。片目が消え。そうか、貴様が。隻眼の自由戦士。噂に聞いたことがある。その身に魔族の力を宿しながら人間を守る半魔族の男。守っているつもりはない。ゲスんな。今までどれほどの同胞が貴様に葬られたか。覚えがないとは言わせんぞ。気に入らない奴に魔族が多いだけだ。俺は人間の味方でも正義のヒーローでもない。だが、魔族にとって貴様が裏切り者であることに変わりはないのだ。あれ？あ、ごめん。これガチャガチャガチャってやっちゃった。 セーブしておこう。よいしょ。ごめんね。 貴様の首を献上すればさぞや魔王様がお喜びになるだろう。八島界に昇格でも夢ではない。ほう、やってみろ。戦国の古戦闘に答えてやろう。我が名は炎使い、フェニックス。この名を解くと魂に刻むがいい。貴様を葬る男の名をな。なにこれ、戦闘？まさか。戦闘じゃねえかよ。あ、サポーターにいる。リュウトが今回サポーターに、サポーターってそうやったんや。風が強くなってきた。リュウトは強風だと逆に風が使えなくなる。リュウト、私も一緒に戦うよ。奴は上級魔族だ。無茶はするなよ。うん。使うと分は悪い。激しい強風が吹き荒れている。 すごーい、砂嵐みたい。 じゃあここはまず、多分、例によってこの5ターンの継続の時に何か出てくるんじゃないかな。普通に行くか、まずは。まずは普通にね。小娘の攻撃など、ハエが止まったようなものだな。結構それ嫌だじゃない？それ結構嫌なんだけど、僕。裏若い乙女の言うて、ハエはないでしょ？あんたモテないよ？なんだと？図星か。貴様！ お、リュウトも攻撃してくれるんだね。ってことは、リュウトは攻撃しても大丈夫って。あ、暑さで徐々に体力が削られていく。この結界は下界のあらゆるものを遮断する。貴様らはもう我の炎から決して逃れられん。ここで人知れず炙られて死ぬがいい。熱っ！この中にいるだけで体力削られるんじゃ。ロザリアは反応がないし。この炎の結界の彼は、奴の力を増幅し、俺たちの力を制限するみたいだ。どうしよう。下界のあらゆるもの遮断か。好都合だ。ミュート？逆に今度はリュウトが風が使えるってわけか。なるほどね。強風が、リュウトの言うから私は自分できることに専念しよう。ただ、もしかしたら自動でダメージ食らう可能性あるんだよね。どうなんだろう。歌うの効果をさ、一応出しといた方がいい気がするんだよな。普通に、まず攻撃していく。自分で5を貯めて。おー！炎結界舞台496やって強っ！我の炎を上の風で破ったと。バカな。炎と風ならば、炎の方が有利なはず。プライドが気づいたか？ははは！いい気になんねえよ、あんまずか。それだけの魔力、枯渇も早いはず。貴
様が披露した時を見計らって何度でも結界を張ってやる。大丈夫キリス。もしリュウトの魔力が足らない時に払えてもその時は頑張ってこらえるから無理するなよ。うわぁ80痛い。ほう、我が体術を受けても気絶しないとはなかなか気丈な小娘だ。小娘小娘ってなめんな。なんで冒険者ってと思ってんの。お前冒険者って数ヶ月の年ですらなかった。どんだけ持ったの。それ言っちゃダメ。再び強風が吹き荒れてるから甲のサポーターのリュウト君が何をしてくれるかによるな。歌うはまだしなくていいからどうやろう。まだね回避とかもしなくていいと思うけど。おお強い、焼けつく炎。うわー強っ。大丈夫かテイス。うん、耐えられないほどじゃない。これなら。いや、やつの力はまだまだこんなもんじゃない。そう、一気になんか300ダメージとか来てもおかしくないからね、こういうゲームやったら。どうしような。一回回避で。どうした小娘、我の力が。うん、ニュート攻撃する。あー、なに？回避した意味ないじゃん。弱化の炎。武器に頼るのが脆弱な人間大変だな。そんな名残は我に刻んつけれるぞ。まだでも、それを解除するってわけないんだね。健康液ダメだよな。一回振ってみる、普通に。弱っ！ってははは！十分の一。十分の一しか通らねえ。やめろ！どうしような。これはデバフが消えるまで、回避とか魔法で攻撃しとる方がいいんかね、やっぱり。どうしよっかな。魔法行ってみる普通に。ここは。おお強いやっぱり。ほほう。なかなか強力な魔法をお使いのだな。それで我の使い魔を倒したのか。だが我にはイノシシにこう疲れたようなものよ。いや、結構痛いぞ、それだから。結構痛いって、だからさ、このハエとかイノシシとか。イノシシにこう、そうちょっとつ、申しって痛いじゃないか。なるほど、どういう意味よ。ちょっとコント系。え、なに？マリックを貯めることに集中した。うわ。で、気をつけろ。でかい攻撃が来る。またこういう系っすか。またこういう系？どっち？またこういう系か。集中が途切れてくんねえかな、例によって。ちょっと集中途切れてください、ちょっと。ああよかった、でも盾にして人数を守ったらでかい。リュウトが受け止めてくれた。貴様ら、爆発しろ。なんであいつが怒ってんのさあ。きっと彼女いないからだと思うよ。多分ね、彼女いないからだと思います、この方が。こいつらがリア充だから悪い。お、191強いな。回復力すげえ。でもリュウトに私がいるから頼むっていいです。うん、グッ、負けた気がするのかな。おもろ。会話がもう完全に狙ってんだよな。歌をちょっととりあえず貯めておきたいね。一旦リキャスト、一旦炎の壁を生み出した。何あれ、炎の壁ができた。炎の妨害か。ハッ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 、我に攻撃もやってみるがいい。挑発に乗るようなケース、嫌な予感がする。そうだね。行ったら普通に燃えましたっていうのが目に見えてる。カウンター食らいそうだからな。もう一回回避にしとくか。何か思案している。どうした、
見ているだけでは我は倒せぬぞ。かかってくるがいい。ノーノーナティス、挑発だ。そうだよね。あー、わー、炎と炎が。何もしないっていう、なんか防御みたいな選択肢じゃないから。でも連続使用できないからな、回避。どうなんだろう。吹き飛ばしてくれることを信じて、歌をしとこうか、相手。なんだ？貴様らのレクリエム投入は少々気が早いんじゃないか。冗談！CD なら応援歌だよ。痛い。なあ、でもロザリアは封じちゃうか、先に。ここは回避で。様子を見ている。え？フェニックスは暴発した炎の壁に焼かれた。何やってんの貴様ら、貴様らじゃないです、あなた。何もしてないよ、こっちは。なるほど。こちらが仕掛けないから暴発して術座に行くのか。バカじゃん。何自分が燃えてんのよ。なんか間抜けだね。ちくしょう何してんだよ。さあ。何？不死鳥の炎を揺らした。いるよ、不死鳥の炎。何をしたの？わからん。底知れない魅力で奴の体を包んでる。守っている。うわー、回復効果一回も使えなかったかも、これ歌った後の。無駄したかな。122。あー、やばい！やばいって知るって！増幅効果も減ったくらもないって！ティリスまずいってティリス！やばい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 。あー、ゆうとくんありがとう。リュートの体育は減ってるけど、神聖魔法のコマンドが治癒コマンドになります。あー、でももうティリスも危ないんだけどな。ティリスも危ないんだって。あー、傷なんかついて動けない。そもそもティリスが危ない。ティリスが危ないんだって。先に。あー、炎の画面貼っちゃった。やばいな、これ詰んでるか。やばいな。でもティリスの HP も危ないよ。あごめん。あー、ごめん。おお、なに、ぐわー、やったかやったかもやってない。我は不死身なり。やったかもやってないよ。まさか本当に不死身なの。いや、不死鳥、そういうことか。不死鳥炎を使ってからずっと奴を守っていたコマリクは消失している。奴は間違いなく一度死んだんだ。死んで復活するまでっす。そんなまるでアンデッドじゃない。アンデッドならお前の神聖魔法に対してできる。やつは魔族だ。どうすれば。何かあるか。いやいや、歌か。チャンス一度だけ。
嘘そうそ大丈夫ですか。いやこれまたきついぞ。またこれかやだ。痛い。またかよ。防備状態 HP500 ある HP500 あるよ HP500 あるよ。HP500 ある HP500 あるからなんとかなる。意識は異空間に転移する。うわー何カットイン爆発した。我を呼ぶのは誰だ。私の名はティースラーファルト。創造神ウォルスよ。何時がつくし自然の答えに反する彼の力封じたまえ。その他は我に何を差し出す。今ある私の魔法力をすべて。足りない？ティルネシアの力を宿す空入れの乙女か。よかろう。いくつか瞬く時の闇間だけだが、その願い、叶えた。必要の炎が、うわぁニュートおぉうわぁおぉおぉすごーい。武器を使わない魔族に思いつかない技だろう。そんなこんなことは。我は藤森。我は決まった。烈風魔刀剣。竜とは風使いなのに強風が風が使えないの。俺は自然界にも嫌われるって言ってた。それはただの思い込みだと思うけど、そんな絶対的不利の中で編み出した技。リュウトはやっぱり強いな。そして、ティリス。リュウト。ありがとう。やったー倒したー。長かったー本当に長かったわー。ほんと長かったんだからね。もう、1時間ぐらい撮って滝付けば。1時間ぐらいずっとやってました。結局、魔法一回も使わなくて、もう攻撃と回避繰り返しただけでなんとかなったわ。で、歌必要な時にちゃんと貯めとけば大丈夫だったわ。時間かかったよ。リュート大丈夫？あ、お前は？リュートがずっと守ってくれたから。うん、そうだね。そうだね。うん、そうだね。うん。そうか。あの魔族、どうして魔物を操って人間を襲ってたんだろうね。魔族と人間を敵対してる。それ以上の理由がいるか？そりゃそうだけど、私もリュートと出会う前ならこんなことを考えなかった。お父さんを殺された憎しみだけで剣を振るっていたあの頃なら、人間にとっては悪だったのかしんないけど、あの魔族にとっては人間が悪だったのかもね。人間は自分たちの身を守るために俺たちを雇った。俺たちは己を身を守るために奴を殺した。それだけだ。生きるための行動に正義も悪もない。リュウトはどれだけ人を守っても自分の行いを決して正義とは呼ばない。
人間から見れば称賛されるべきことをしても、竜とが魔族だと分かれば、感謝どころか、疎まれ恐れられてしまうこともある。それでも彼は、弱い人を襲ったり、助けを乞うふとを見捨てたりはしない。どうしてそんなことができるんだろう。お前、よくエンチャントに惑わされなかったな。そりゃあね、本物の竜とはあんな優しいこと言ってくれないもん。じゃあ初めの二つ何だったんだよ。ほんと何だと言うぞ。悪かったな。だけどちっとも心に響かなかったっていうか。はあ。竜とこそ私の偽物と会ってたんでしょ。どうやって見抜いたの。さあな。そうそう、そのぶっきらぼうな態度、本物の竜とだなって。もう行くぞ、チリス。うん。一緒に帰ろうなんて言ってもらえないけど、一緒についていくことはできる。だから。リュウト大好き。はいはい。人が感謝しなくても、あなたが自分を正義と呼ばなくても、せめて私だけはあなたのことを思っていたい。不愛想でぶっきらぼうで目つきも口も悪いけれど、世界で一番優しいあなた。ずっとずっとそばにいるよ。あなたの孤独が消えるように。その森に迷い込んだら、仲間を信じちゃいけないよ。帰って来られなくなるから。だけど、それでも惑わされないのなら、それは真の絆かもしれない。ベストエンド！やったー！ベストエンドだ！やったね！ベストかー、これで。あとは残すとこトゥルーだけっすね。理由としてあるわなー。それでトゥルーか。オッケー。セーブしておこう。ちょっと今日はもう時間もいい感じなんで、本当に、本当時間もいい感じだからさ、これで終わりたいと思います。じゃあ次回理由としてやっていきたいと思います。ありがとうございました。